はい、今回はですね、ゾディアック事件という、まあ、現在も、まあ、真相が、分からない、この難事件にですね、ちょっと考えていきたいと思います。あとですね、まあ、犯人、とされている、まあ、人物についても考えていきたいと思うので、よかったら、最後まで聞いていただければと思います。あとですね、気になった方、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。リスナー様も、ご存知の方が多くいらっしゃる、と思うんですが、このゾディアック事件というね、まあ、非常に、まあ、残虐な事件なんですが、真相がわからない、犯人もわからない、まあ、一体どういうことになっているのかというのはもちろんわからないんですが、そのわからない事件を、わかる限りの、まあ、情報を考えながら、まあ、進んでいきたいと思いますので、今回も、よろしくお願いいたします。これね、まあちょっとご存知の方が、まあ、もし、ご存知なかったら、まあ、申し訳ないんですが、事件の内容をちょっと調べていただきたいと思うんですが、僕が、やっぱりおかしいなとかってこれ思うのはね、これ犯人の、まあ、動機がわからないとかっていう話なんですよ。で、よくリスナー様にお話しさせていただいてますが、犯人の動機がわからない、事件っていうのでも、だいぶおかしいんですよね。うん、もうその、で、まあ、サイコパスだからとかっていうのかもしれないんですが、そうではなく、例えばそういうサイコパスっていうように見せかけて、実は裏で、まあ、何かしらの目的を持ってる、まあ、事件なんじゃないかっていうことを、まあ、僕が思うということです。この事件のですね、まあ、注目点と、あとは、まあ、もちろんね、まあ、真相がわからないんで、まあ、憶測になりますが、まあ、これはこういうことを隠したんじゃないかっていうことを思います。そしてですね、まあ、まあ、こういう世界の難事件に、まあ、ちょっと挑戦していくんで、まあ、間違ってるかもしれないんで申し訳ないんですが、逆の理論から、まあ、行くんですよね。一体どういうことかっていうと、アメリカで、例えば、起こったもの、流行ったものっていうのが、まあ、その後少ししてから、まあ、日本に来るっていうことが、まあ、言われているわけですよ。それはまあ、例えば、日本がね、アメリカの属国だから、支配下にあるからっていうことで。で、この事件がわからないっていうことなんですが、この事件の、謎とされている部分とですね、まあ、日本で起こった、まあ、謎な事件を、まあ、融合、複合して考えると、もしかしたらこういうことなんじゃないかなって思う、そういうことをちょっと今回お話していきますので、今回も、よろしくお願いいたします。まずね、このゾディアック事件っていうのは一体これどういうことかっていう話なんですが、アメリカ史上最悪の、まあ、マルジン事件ということが、まあ、言われている。1968年から1974年の間に、まあ、最低でも5人、あるいは37人が丸されたっていう、事件なんですよ。そして一体ここで一つ止まるんですが、37人が丸されたっていう事件にもかかわらず、死体がわからないっていうのは、これっていうのはどういうことなのかっていう話ですよね。うん、で、まあ多分誰も言ってないからね、ま、わかんないんですけど、これ、死体がないっていうことで、もし37人丸してたんだったら、アメリカっていうのはね、これ言われてるんですが、まあ、臓器が不足してるとかっていうことなんで、その臓器売買目的の、まあ、事件なんじゃないかっていうのを真剣に思うんですよね。まあ、今回、このことについては、もうそれ以上触れられないんですけれども、で、まあ、まあ、そういうことを、まあ、ちょっと疑いを頭に、まあ、入れながらっていうことで。で、まあ、この犯人とされてるね、まあ、人間が警察に手紙を送ったっていうことも、まあ、あるんですが、まあ、結局ね、まあ、事件の真相は分からずに、まあ、時間だけが経って、今現在も真相がわからない、犯人がわからないっていうことなんですよね。で、このゾディアック事件っていうので、まあ、表面的にっていうか、まあ、言われるっていうか、思うことのまず一つに、まあ、このゾディアックっていうのの意味ですよね。これ何なのかっていう話なんですが、これ行動体っていう、まあ、黄色いに道に帯っていうので、まあ、これ星占いを指してるっていうことらしいんですよ。このゾディアックが犯行声明文の中に送ったものにね、この名前、これが書かれていたゾディアックっていうことから、まあ、事件に関係あるんじゃないかっていうことなんですが、多分わからないですよ。これは関係がないですね。こういうなんか、一見すると関係ありそうなものをちらつかして、実はそちらに目を向かして、関係がないっていうようなことだと僕は思います。まあ、非常に難しいところに行くんでね、うん、まあ、途中ぐらいから、まあ、間違ってんじゃねえのかなって言われてしまうかもしれないんですけど、結構これいろいろ調べたんで、こうなんじゃないかって。で、まあ、正直に言いますが、わからないって言ってしまえばもうそれで終わりなんですよ。わからないんですから、真相がね。だけど、なんとか手がかりを使って分かれないかと、あと、例えば、リスナーさんもこういう事件を、まあ、見る方が多くいらっしゃるんで、まあ、僕のね、まあ、考えを、まあ、何かしら参考にしていただくなり、何かでね、まあ、まあ、僕と、まあ、リスナー様でこの事件の真相にたどり着けないかっていうことを、まあ、本気で思ってね、まあ、ちょっとそんな感じで進んでいきますね。で、このゾディアック事件のですね、また言われることがあるんですが、このゾディアックの暗号っていうのがあって、この暗号がですね、まあ、
分かったんですね。分かったっていうか、二つある暗号があって、まあ、一つの暗号は分かっていて、もう一つの暗号が、まあ、ここ最近分かったっていう、まあ、そういうゾディアックの、まあ、暗号についてね、まあ、ここから、お話ししていきます。まあ、あの、二つ暗号があるんですが、一つの暗号が、まあ、だいぶ前から、分かっているっていう、分かっていたっていうことね。うん。まあ、あの、まあ、どういう暗号なのかっていう話なんですが、この、犯人がね、動物をまあ丸すより、まあ、人間を丸すのが好きだと。で、人間は危険な生き物で、まあ女性の肉体関係よりも人間を丸すときの方がまあ犯人は興奮すると。犯人は、まあ犯行を起こした後、まあ、死亡した後にですね、自分が丸した人間たちがまあ奴隷になるっていうことを言ってるんですが、ここでですね、多くの人がまあ思うというか、感じるんですが、この犯人というのはサイコパスのことで、サイコパスが、まあ、人間である、ということで、この事件をですね、おそらく猟奇的なマルジン事件というふうに持っていかせようと、してるんじゃないかなとかって思うんですが、それっていうのは完全にあの狙い通りにあの行くんでね、まあ、その逆を、考えていきますね。これは猟奇的マルジン事件に見せかけて、実は裏で何かを仕組んでるんじゃないかっていう、そういった疑惑ですよね。犯行動機がわからないっていう時点でだいぶおかしいんで、あの事件を何重かに組んでいる可能性ですね。後ろに黒幕がいるとか、まあ、そういった可能性が非常に考えられるということですね。で、もう一つの、まあ、難しいとされていた暗号の方がこれ解読されたんですよ、ここ最近。その解読された、暗号についてね、まあ、お話ししていきます。まあ、そのもう一つのがね、過去にテレビに出たのは自分ではないと、まあ、理由はガス室を恐れていないから。うん、この、犯人はですね、多数の奴隷を持っているから死ぬことが、まあ、まあ、怖くないと。なんて言ったらいいんですかね、テレビのこの、まあ、放送かな、電話通話みたいのに、これ本人が出るっていう風に見せかけたんですけど、これ実は本人ではなかったんですよね。だからこのゾディアックっていう人間と見せかけた人間が出たけど、これは違う人だでしたっていうことを、この暗号で、まあ、言っているっていうことですね。うん。で、この、ゾディアック事件で、まあ、犯人とされている、可能性が、まあ、高いと、されているっていう、人物なんですが、まあ、例えばね、まあ、こういうことが言われるんですが、殺人鬼ゾディアック、の犯人、および正体はですね、アーサー・リー・アレンなのかっていう話なんですが、これはこの事件の中で、このゾディアックと最も、まあ、近いんではないかと言われている人がですね、この アーサー・リー・アレン、っていう人なんですよ。なんでかっていうと、この人ね、IQ が136と非常にあの高い知的レベルを持っていると。で、さらにですね、まあ、犯行の、まあ、証拠になったっていうものも残っていたっていうことなんで、これは犯人なんじゃないかっていう疑惑が半々に出てくるんですが、このですね、まあ、犯行声明文に出した、のついてたね、唾液がね、このアーサー・リー・アレンの、DNA と異なっていたということで、まあ、これ結局まあ無罪無実ってことになってるんですよ。で、しかもこのアーサー・リー・アレンがですね、もうすでにあの、まあ、死亡してるんでね、これ犯人になってもこれ逮捕ができないっていうようなことなんですよね。うん。で、まあ僕の考えなんですが、これっていうのはまあちょっとね、まあリスナー様がどう思われるかっていうのがわからないんですが、このね、謎の暗号を出したあたりっていうのもね、まあ普通ではないと思います。普通っていうか、まあ、あの一般人がとか、まあ例えばその警察とかも解読ができないような暗号を出したっていう時点で、まあこれ犯人はまあ一般人ではないでしょうね。で、複数犯の可能性もありますし、先ほどお話ししましたけど、アメリカなんでね、まあ、ちょっとはっきりとってのはそれわかんないんで、僕アメリカでも行ったことないし、あの、アメリカの事件でそんな詳しいわけじゃないんですが、まあ、日本の事件でも調べてね、よく出ますけど、アメリカも当然ありますから、臓器売買とかっていうのね、まあ、もし37人丸してるっていうのもかかわらず、まあ、例えば、丸した人数がはっきりしないと、5人しかわからない。32人の遺体はどこへ行ったのかって、それ遺体がないとかっていうのもおかしいんで、まあ、それっていうのはその臓器売買のビジネスとかって、そういった疑惑もね、出るんで、日本よりもそういうことが、まあ、行われてもおかしくないですしね、まあ、CIA の、 あのアメリカって言ったらね、あの本拠地になるんでね、まあ、そういうことをしている可能性もあるんですよね、もちろん。で、こっからなんですが、
この事件を、裏側で仕組んだ、目論みがあると思うんですよ。当たり前なんですが、この事件もそうですが、こんなね、世界の最も難しいっていう事件で犯人が捕まってないっていう時点で単独犯行のわけもなければ、おそらく、何かしらの組織ぐるみ、っていう可能性がありますし、よく日本の事件でもね、お伝えさせていただくんですが、これっていうのはアメリカも同じですが、犯人が分かってる可能性もあるんじゃないかっていう、そういったことを思うんですよ。別にでたらめとかではなくね、なんでそういうことを思うのかっていう、そういうことをね、ここからお話ししていきます。このゾディアック事件のね、表側っていうのは猟奇的なマルジン事件で見せかけてますけど、それっていうのはそちらの方に目を向けさせて、裏ではね、他のことを、目論んでいたっていう、そういう話を、考えていきます。ゾディアック事件というのはね、犯人も真相も今もわからないって言われてるんですが、僕の、調べた感じの、考えなんですが、おそらくですが、これっていうのは警察内は犯人を分かってる可能性がありますね。および真相も分かってる可能性があります。日本でもありますが、日本の警察もそうですが、犯人が逮捕できないっていう事件というのは、犯人が本当に分からずに逮捕できない場合もありますが、例えばね、犯人を分かってても、諸事情によって逮捕できないっていう事件が日本ではあるんですよ。アメリカ CIA が関与している事件では日本では、犯人が逮捕できないんで、でこれ例えばアメリカの事件なんですが、もろにね、アメリカ CIA がね、関与している事件であれば、アメリカの警察も動くことができないと思うんですですが、なんでそういうことを思うのかっていうと、調べていて思ったことがあるんですよ。こういう情報があるんでね、警察と、犯人、とか関係者しか知り得ない内容が、脅迫文に書かれていたっていうことなんですよね。この時点でもうピンときましたよね。これっていうのは、警察の内通者がいるんじゃないかって。もう一回お話ししますが、警察及び犯人あるいは関係者しか知り得ない内容が脅迫文に書かれていたって。だからこういうところでね、事件を仕組んだ黒幕の、人間たちっていうのは多分動きを見せたり多分すると思うんですよ。ほとんどの人がまた例えばこういうところに気づかなかったりするのかもしれないんですが、どうにかしてね、真相にたどり着こうかと、悪あがきをするんで、ここから思いましたよね。これは警察の中に内通者がいるんじゃないかって、関係者しか知れない情報が出てるっていうようなことでね、そういうことを、考えます。で、あくまで疑惑なんですが、ここからなんですが、この事件を調べていって、その先ほどお話したように、捕まっていない犯人ですが、犯行動機がわからないという時点で、そういうね、無差別事件、日本でもそうですが、そういう無差別事件を、起こす時点でおかしいなとは思うんですが、どうかなとかっていうのも思うんですよ。例えばね、本場のアメリカなんで、アメリカ CIA の、その MK ウルトラ計画っていうのことで、洗脳されておかしくなって犯行に及んだっていう可能性もありますが、そういう、実行犯ではなく裏側を考えるんですが、この事件の、裏側をですね、少し探っていったら本当に少ない情報なんですが、こういった情報を見つけたんですよ。これはリスナー様が調べても、見つけられる、情報だと思うんですが、犯人がですね、脅迫文に出したんですよ。学校のスクールバスを襲うっていうようなことを言ってんですよね。で、この、ところからね、なんとか手がかりはないのかっていうことを思っていって、でも本当に、お話ししましたけど、持ってるものが少ないんでね、僕とかもそうですし、リスナー様も、持ってる情報が少ないんで、で、こんな事件ですからね、マスコミに言ってるのも、でたらめとかが多いでしょうから、この、脅迫文のね、学校のスクールバスを襲うっていう内容、これっていうのはどうかなとかって思うわけですよ。脅しとかもそうですが、こういうことを、ほのめかして、ましてね、こういう事件をね、例えば、テレビで報道しろとかって、世の中の人にアメリカでね、認知させようとしたっていうことなんですが、ここから考えたんですが、なぜこういうことを言ったのかっていう話なんですが、例えば子供のね、不安を煽って、なんていうのかな、学校の、警備の強化をしようとしたっていうこと。で、ここから思うわけですよ。リスナー様にお話ししてますが、日本とアメリカっていうのは、日本がアメリカの属国でアメリカの支配下なんですけど、ここに多分誰も気づかなかったかなとかって思うんですけど、アメリカで起こった事件、アメリカで起こった流行もそうですし、アメリカで起こった経済もそうですが、その後日本に来るっていうことが分かってるんです。言われているもし分かってるんですよ。だからここで何を思ったかっていうと、アメリカの
事件でね、わからないで足踏みしてるわけですよ。日本でもこういう事件っていうのは、ないのかなっていうことを思ったら、日本でもこういう事件っていうのがあるんですよね。そこの日本の事件をヒントに、今度逆にアメリカの事件を考えていくっていう話なんですよね。多分、こういう話ってのは誰も、言ってないでしょうけど、まあこういうところから思いのほか手がかりがあるでしょうし、この事件っていうのはね、世界的に、まあ解明されていない、まあ真相不明な事件ということですが、もしかしたらここからね、手がかりにたどり着くんじゃないのかっていうようなことを思うんですよ。で、リスナー様にね、お話ししたことありますが、多分、この考えで、僕は合ってるんじゃないかなって真剣に思うんですが、日本のね、まあ、有名事件ですが、無差別、まあ、テロ事件と言われてる、大阪池田附属小学校の事件ね、犯人が宅間守るってことになってますが、この宅間守るの後ろには、黒幕がいるってことも分かってますし、この事件というのは日本の警察もね、まあ、グルになってやってる、教師がね、岩崎真紀っていう教師が、警察を内通してたっていう疑惑もある、非常に、裏がある、事件なんですが、これ事件というのはですね、無差別に、学校を狙った、テロ事件と見せかけていますが、実はこの無差別テロ事件は全く意味が違うところにあるっていうことが、一部の人たちの間で言われてるんですよ。これは別に僕がね、そういうことを勝手に思い出したとかそういう話とかではないんで、やはりね、まあ、気づきのいい方っていうのはたくさんいらっしゃるんで、まあ、少数かもしれないんですけど、いらっしゃるんで、まあ、そういう人たちのお考えをね、まあ、僕もまあどうにか、まあ、参考にさせていただけないかっていうのをずっと調べていた時に、分かったんですよ。で、このね、大阪池田附属小の事件っていうのは犯人が宅間守るっていうことになってますが、日本の中でもこれに気づかない人が非常に多いですが、事件の裏があります。これは何かって言ったら、まあ、日本でいうところの、まあ、闇社会、まあ、日本の裏組織って言われてる、人間たちがですね、この事件を起こして、この大阪附属池田小の事件をね、まあ、無差別テロ事件を起こして、うん、こういうことから日本国からね、多額の税金を引っ張ってスクールポリス、スクールバスを置くんじゃないかって、そういった話になったんですよ。これは何かって言ったら、こういう事件が起こることによって、学校が危ないから、学校に例えば、警備を置こうとか、そのバスを置こう、スクールポリスを置こうとかっていうことを言われている。で、この大阪、附属池田小学校の事件の裏の目的っていうのはここにあったんじゃないかって言われていて、僕はそう思ってるんですよ。うん。で、その時に調べて思ったんですが、その時はちょっと難しくてわからなかったんですが、今回調べていて思ったんですが、あ、こういうことなんじゃないかなとかって思うんですよ。アメリカっていう国では、警察を辞めた人が、まあ、警備員として学校に、なんていうの、警備員として入るっていう、そういったものがあるっていうことなんですよ。で、そういうことを考えていくと、さっきお話したこのゾディアック事件の真相ってここにあるんじゃないかなとかって、だから もろにですが、わからない、アメリカ CIA のね、まあ、関係者が何かわからないですが、国が違うんで、まあ、そういうね、スクールポリスっていうものの、を置く理由になりますよね。こういった事件、この世界でね、まあ、悲惨だと言われている、未解決の事件で犯人がいると言ったら、世の中の人たちっていうのが、世界の人たちっていうのは恐怖に、まあ、怯えるわけですよ。で、当たり前ですが、自分の子供に何かがあったらいけないと思うんで、もうちょっと警備をしてほしいってことになったら、当然ですね、警備体制が変わるんで、学校に例えばバスを置くとか、学校に警察を置く、スクールバス、スクールポリスっていう、そういったものが配置されるっていうことが可能なんじゃないかって、まあ、ゾディアック事件っていうのはね、もちろんアメリカの事件なんではっきりとは分かりませんが、狙いがいくつもあるんでしょうけど、少なくともこういうところに一つ狙いがあるんじゃないかっていうことを思いますよね。うん、犯人っていうのは、単独犯かどうかっていうのは分からないですが、この犯人とされているアーサー・リー・アレンが可能性が高いって言われてますが、僕はこれもちょっと違うんじゃないかなとかと思いますよね。まあ本場アメリカで出てくるんでしょうけど、マフィアである CIA がね、裏で暗躍して、まあそこの表に出てくる人間に、まあその洗脳させて、MK ウルトラ計画で、まあ洗脳させて行った事件の可能性もありますが、裏黒幕の事件は、例えばやはりこういったことを仕組んだんじゃないかっていうことが、思います。まあリスナー様にお話しさせていただいてね、まあ正直言って、僕の言ってる事件
件がね、あの解釈が間違ってるかももちろん知れないんですよ。なぜなら、誰もあの言わないところにあの挑戦したからね、うん、でただやっぱり思うんですが、この世界の巨大事件、まあ、日本の巨大事件もそうです。確実にこういうのって裏側があるんですね。一人の単独犯出ればとっくに捕まってるわけですよ。それが例えばなぜ犯人が捕まらないのかと、長期的にね、今もなお犯人もわからなければ真相もわからない、犯行動機もわからない、そんなおかしい話はあるのかっていうことを真剣に思うわけですよ。そう考えると、このアメリカの事件でもそう思いますよね。まあ、アメリカの大衆、まあ、テレビを見てる国民を、まあ、そちらの方に目をね、例えば背けさせて、まあ、テレビを使って、マスコミを使っての洗脳ですけど、そちらの方に向かして、まあ、なんて言うんでしょうね、猟奇的な事件であるっていうことを、まあ、装って、犯人がわからないっていうんですが、そんなおかしいことはないと思いますし、明らかに事件にはね、犯行動機なり目的っていうのがあると思うんですよ。そういうことを考えていくと、ゾディアック事件の真相っていうのは分からないですが、本場アメリカでそういう例えば CIA がね裏で暗躍して本当に臓器売買の、まあ可能性、37人を丸してるにもかかわらず5人しか、亡くなってなくて、32人の遺体はこれどこ行ったのかっていう話になるんで、そういったところにもあの目を向けた方がいいと思いますし、あのこの凶悪事件、巨大事件の裏には、まあ、そういうものを潜んでるんじゃないかっていうことを思います。もちろんね、さっきお話したようにあの何にもわからない話なんですよ、うん、でこんな話を してる人も、まあ、あんまりっていうかほとんどいないと思うんですが、まあ、このような、ことを考えることによって、まあ、このゾディアック事件もそうですし、まあ、何かしらの、まあ、真相にたどり着けるなり、あとは仮にですがこのゾディアック事件でね、まあ、もし真相にたどり着けなかったにしても、まあ、言葉が悪いですが犯人もわからなければ真相もわからないんだっていうようなことよりは、もしかしたらこうなんじゃないかああなんじゃないかっていうようなこと、そして別に持ってる、ね、まあ、知識とかっていうのは少ないのかもしれないですが、まあ、こう考えれば考えられないこともないんじゃないかっていう、まあ、ちょっと僕なりにね、まあ、思うことをあの精一杯お話してみました。まあ、リスナー様があのこの世界の難事件なんで検索あるいは調べて、まあ、お考えになったことをやるかもしれないんで、まあ、ちょっと何かの参考になればいいなと思ってね、あのお伝えさせていただきました。もちろんね、さっきお話したように真相もわからないです、犯人もわからなければね、まあ、何事件って言ってますけど、まあ、おかしいことだらけなんで、おかしいことを一つ一つ検証していったら、まあ、このようには考えられないかなっていうこと、あとはさっきお話したようにあのアメリカで起こった、事件の後がね日本に来るっていうことも分かってるんで、裏から今度回っていってね、日本でこういった事件が起こっていたから、それっていうのはアメリカの、そういったものをもしかしたら、使った、事件なんじゃないかっていう、そういうふうに考えれば全くの別にでたらめでもないですし、誰も言ってないからって言ってね、まあもしかしたら僕の言ってることが正しいかもしれないし、ちょっとはね真相のところにたどり着いてるかもしれないんで、全然間違ってたらすいませんっていうことで、まあ、いつもあのリスナー様が聞いていただいてるんで、何かしらの参考に、なっていただければと思って、ちょっと今回いろいろ調べてみたことを僕の解釈をお話しさせていただきましたっていうことで、今回はねこのゾディアック事件についてっていうことでここで終わらせていただきたいと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。気になった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。